さあこれより最終クォーター、第4クォーターに入ります。磯野スーパースターズ、相手陣31ヤードからファーストダウン10。このパスは成功。クォーターバック7番、ここで86番にパスを投じましたが、しかし逆リード、走り込んだ反対方向にパスが飛びまして、これに対応できずキャッチ不成立、パス不成功になっています。ダウン1つ変わりまして、セカンドダウンに変わります。さあより臨場感がある手前側の映像も加えさせていただいております。こちらは YouTube で有名なアメフトさんの映像です。さあそのスーパースターズ、セカンドダウン10。さあこれでクォーターバックいった、パスを見せかけてクォーターバック9番スクランブルに転じました。この判断正解となりまして、見事攻撃権更新となっています。そのスーパースターズパスター、攻撃権更新果たしたクォーターバックは7番の嵐でした。名古屋商科大学出身のプレイヤーです。ここでホイッスルが吹かれています。現在フィールド上負傷者が発生したため、レフリータイムアウトが取られています。負傷者のためのタイムアウトです。ただいまフィールド内は審判団によりますレフリータイムアウト中です。しばらくお待ちください。ここへ来て磯野が力を発揮してまいりました。この第4クォーターは双方とも体力勝負の部分もあります。ここまで全身全霊をかけました体当たり、そして激しいヒットを繰り返す競技アメリカンフットボール、それ上に最終クォーターは双方の普段の練習量、そして鍛錬の度合いが非常に大きく出ます。この4クォーターに入りまして磯野は通常非常に力強い力プレーを発揮します。人数として決して優れているわけではありません。しかしそれが普段どれほど練習を積んでいるかの表れでもあります。磯野のこの第4クォーターの強さは常に注目に値する力はあります。さあここでよ、果たして勝利は食い止めることができるでしょうか。ここからがある意味 X2 の戦いというふうに取っていただいてもいいかしれません。それほどここからの第4クォーターの磯野は非常に怖い存在です。レフリータイムアウトが解けまして、磯野スーパースターズ、さあレフリータイムアウト解けまして試合再開になります。磯野スーパースターズファーストダウン10。さあドロープレイター、パスに見せかけたランプレーです。キャリアは25番に託しました。タックルされながら25番見事に体を前に倒しまして、約4ヤードのゲインに変えております。ここはエースランニングバック宮部、素晴らしいランを決めています。北海道大学出身のプレイヤーです。さあそのセカンドダウン6。しかしここで勝利を見せた。ここで磯野はオプションプレーを展開しました。左方向に展開したランニングバック25番にボールを託し、そのオープンへのランを展開しようとしましたが、この22番うまいのランプレーを翔英3番見事に対応しまして仕留めております。3番は後藤、近畿大学出身のプレイヤーです。後ろに下げています。磯野スーパースターズサードダウン、ファーストダウンまでは残り7ヤード。パス不成功。この距離パスでトップを図りました。中央に留まっていたレシーバーにパスを投じましたが、ディフェンスのカバーあってかパス不成功としています。結果的に攻撃権を一つ失いフォースダウンに磯野変わります。ここは先ほどから好調なカンナを使ってきた模様ですが、しかしカバー厚く、これは通りませんでした。さあフォースダウン8に変わりました。磯野フォーメーションを組みます。フォースダウンギャブル。さあ果たしてどのようなプレーを持ってくるか。パスいった、しかしこれはタックルされた。さあ攻撃権更新になったでしょうか。取ったでしょうか。
わずかにファーストダウンには至っていません。届いていない。4回目の攻撃、結果的に失敗となります。ここで攻守変わりましてテイクオーバー、攻撃権翔英に変わります。非常に凄まじい攻防でした。このパスを取って対空優れたカンナの突進によって攻撃権更新図らんというところでしたが、しかしこれを翔英仕留めまして攻撃権を奪還。攻撃権は翔英に変わりましてファーストダウン点となります。自陣11ヤード付近よりファーストダウン点。さあ翔英、まずランプレーからいった。翔英ブレイザーズランニングバック14番橋本圭介選手のキャリア14番ハンドオフを託されまして左にオフタックルをつきました。しかしここは磯のディフェンスフロント踏ん張りましてノーゲインに変えております。後ろに下げています。翔英ブレイザーズセカンドダウン。翔英セカンドダウン点。して状況セカンドダウン11に訂正いたします。先ほどのディフェンスのプレーによりまして1ヤードロスを奪っています。パス不成功。今度はクォーターバック2番右にロールアウトして17番にパスを投じましたが、しかしタイミングが合わずパス不成功、サードダウンに変わります。さあ磯野としてはここで食い止めたいシチュエーションではあります。サーダウン11の状況、果たして双方どのようなプレーを展開するでしょうか。ドローいったが、しかしこれは磯野止めた。ここでパスに見せかけてランプレーを展開しました磯野。キャリア14番にその突進託しましたが、しかし攻撃権更新至っておりません。フォースダウンに変わります。翔英フォースダウンでパントフォーメーションを組みます。さあしかしパンターがエンドゾーン内にいます。非常に厳しい状況にはなっています。ここでのミスは非常に大きな失態になります。さあこれを無事切り抜けられるでしょうか。ここでコースコーナープレッシャーからかこのパントは大きく陣地挽回図るには至れませんでした。自陣脱することできず翔英陣40ヤード付近で攻守交代となります。結果的に磯野相手陣40ヤード付近からの攻撃と変わります。磯野スーパースターズ敵陣41ヤード付近よりファーストアウト。試合終了まで残り7分55秒。さあ磯野絶好の時間の攻撃です。相手陣41ヤードから磯野スーパースターズファーストアウト。パス不成功。まずパスから入りました。中央にとどまっていた98番にパスを投じましたが、98番走ることを念頭に置いてしまったかキャッチミスしました。結果的にパス失敗でセカンドダウンに変わります。磯野スーパースターズセカンドダウン点。パス不成功です。今度は右奥展開した15番へのパスでしたが、このパスのコントロール定まらず不成功となっています。サードダウンに変わります。試合終了まで7分41秒。さあ磯野このサードダウン状況シチュエーション突破できるでしょうか。サードダウンファーストダウンまでは残り10ヤード。磯野サードダウン点。
これは翔英止めた。ここで意表をつくようにランニングバックです。25番にボールを託し左オープンの展開を図りました。パスラッシュの逆をつかんという選択でしたが、しかしこれは翔英対応しましてオースダウンに変えます。タックルしましたディフェンスラインの88番春口でした。関西学院大学出身のプレイヤーです。磯のスーパースターフォースダウン。さあ磯のフォースダウンイレブンギャンブルいきます。突破なるか。パス不成功。パスインコンプリート。ここで11番の松永へのパスを選択しました。しかしこのパスオーバースロー。4回目の攻撃失敗という形になるので攻守交代です。翔英に攻撃権があります。自陣42ヤード付近よりファーストダウン10。さあ攻撃権変わりまして今度は翔英に変わります。翔英自陣41ヤードからのファーストダウン10。さあ密集点のランプで、しかしこれは磯野食い止めます。キャリア32番に反応し、32番の突進力でまず前進を図りました。磯野ここに立ちはだかりまして、ゲインは2ヤードに留めています。キャリア32番は野田でした。近畿大学出身のプレイヤーです。翔英セカンドダウン8。ナイスディフェンス。同じく32番のランプレーでした。今度は左オフタックル付近をつきました。しかしこれを磯のディフェンス陣76番が対応しまして、このランを食い止めております。岡野中京大学出身のプレイヤー、元ホークアイのプレイヤーがここで活躍しています。サーダウンに変わります。パス不成功。パスインコンプリート。パスは不成功。クォーターバック2番プレッシャーを浴びながら右にかわし、レシーバーにパスを投じました。レシーバーなんとかノーマークでしたが、コントロール乱れたかこのパスをキャッチできず、パス不成功。フォースダウンに変わります。翔英フォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。このパントプレッシャーからか低い弾道になりました。しかしその転がりがよく、結果的には磯野陣の24ヤード付近でボールが止まりまして、この位置での攻守交代となります。ある意味翔英このパントによりましてかなり救われました。さあしかし磯野に攻撃権があります。磯野自陣24ヤードからのファーストダウン10。さあ磯野ここでどのようなプレーを展開するか。インターセプト、ターンオーバー。インターセプト、投手交代。
ここで磯野はパスによって突破を図りました。しかしそのパスを取りましたのはショーエブザーズ32番の山根。ここで再びインターセプトを決めまして攻撃権ダッシュ、ターンオーバーで攻撃権をショーエに変わります。見事インターセプトしたのは31番山根、滋賀大学出身のプレイヤーです。まさにこのパス、鮮やかなパスでしたが、しかし上ずったそのボールを見事に31番山根取りました。攻撃権は変わりまして、そのスーパースターズとなって、失礼しました、ショーエブザーズとなっております。ショーエファーストダウンテン。ナイスラン、ファーストラン。ここで翔英はクォーターバックがランプレーを展開しました。今日つくようにハンドオフへから右オープンに展開し攻撃権更新です。翔英クォーターバック2番山西、見事なランで攻撃権更新果たしました。近畿大学出身、翔英ブレザーズ敵陣18ヤード、相手陣18ヤードに進みましての翔英ファーストダウンテン。これもランが出ます。今度はランニバック29番に託しました。29番、柏原、見事なランを展開し攻撃権更新としています。柏原近畿大学出身、その素晴らしいランを披露しました。翔英ファーサー、翔英ブレザーズゴール前6ヤード付近よりファーストダウン2ゴール、タッチダウンまで残り6ヤード。さあ翔英、相手陣5ヤードの位置に入りましてファーストダウン2ゴールに状況を変わります。このエンドゾーンまで残りわずかな状況、磯野取り返せるでしょうか、翔英決めるでしょうか。磯野見せました。翔英はここでランプレーによる突破を図りましたが、ここでディフェンスライン陣殺到し磯野、まず一旦このプレー食い止め大きく押し返しております。タックルしたのは磯野スーパースターズ44番、決めたのは44番の井川でした。金沢大学出身のプレイヤーです。翔英大きく下がりましてセカンドダウン2ゴール、2ゴールに変わります。エンドゾーンまでは17ヤード。翔英ブレザーセカンドダウン、パス不成功です。パスインコンプリート、パスは不成功。ここでクォーターバックは右に展開したレシーバーにパスを投じましたが、しかしレシーバーとのコミュニケーションが合わずパス不成功となっています。サードに変わります。さあ磯野ディフェンスで押し返しています。これを翔英は突破できるでしょうか。翔英相手陣17ヤードからのファーストアンドゴール、攻撃権は残り2回の状況です。さあプレッシャー稼ぐか、パス成功。これはクォーターバック2番すごいプレーを見せました。プレッシャーがかなり大きくありました。それを右に大きく迂回、ディフェンスが手にかかりましたが、それを振りほどき奥にいるエンドゾーンに向けてパスを投じました。しかしこれは磯野も素晴らしいディフェンスで防いでおります。パス不成功でフォースダウンに変わります。双方の素晴らしい攻防戦が披露されました。翔英フォースダウン2ゴール、残り17ヤードです。翔英プレーを選択します。フォーメーション組みました。フォースダウンギャンブル、ここでホイッスル、ここでホイッスルです。チームタイムアウト、翔英ブレザーズ
ここで翔英が後半1回目のタイムアウトを取りました。ここで翔英ブレイザーズ後半1回目のタイムアウトを要求。本日のエクスリーグウエストの第2節、非常に面白い一戦になっております。双方ともに目まぐるしい攻防が展開されておりまして、現在はしかし得点は14対0、翔英がリードしている状況です。さあ翔英もそしてそのエンドゾーン手前の条件に迫っておりますが、磯野も迫真のディフェンスを見せまして、その攻防非常に面白い展開になっています。本日の配信はエクスイウエスト全チームによります共同企画によって実現しております。この企画にご賛同くださいました多くの企業様個人様の寄付がありまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画現在も継続しております。ぜひこちらにあります URL、 そして説明概要欄にありますショッピングカートをご覧いただき、内容をご同意くださいます方はぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウト解けまして、これよりフォースダウン2ゴールの状況に変わります。しかしエンドゾーンまで残り17ヤードですがプレーをします。フォースダウンギャンブル、パス不成功。これもすごいプレーでした。パスは不成功。クォーターバックプラスしかない状況でプレッシャー殺到する中、これを見事にかわしました。そして走りながらエンドゾーンに向けてのパス、これもレシーバーあわやというところでしたが、しかし届かず。後半残り2分のタイムアウトです。ここでツーミニッツウォーニング、パス不成功となり攻守交代となっております。ここでツーミニッツウォーニングです。タイムアウトが審判団によるタイムアウトが入ります。この2ミニッツウォーニングに入ります前の攻防もすごい展開になっておりました。結果としてここで攻守交代した段階で磯野に攻撃権が譲渡された格好になっております。磯野としてはこの2つのタッチダウンをこの残り2分で奪わなければいけません。かなり厳しいシチュエーションではありますが、しかし現在そのボールの所有権は磯野にあります。さあそのチャンスを生かすことができるでしょうか。翔英はこの2分間をしのぐことができるでしょうか。ツーミッツオーニング解けまして、これより残り2分の攻防に入ります。磯野スーパースターズファーストアンテン、パスを投じんと下がりました。しかしそこに翔英のディフェンス陣群がり、クォーターバックをキュービーサーク、チームタイムアウト、磯野スーパースター、見事キュービーサークしたのは翔英、97番の天馬でした。近畿大学出身のプレイヤーです。磯野ここでタイムアウトを取ります。2回目のタイムアウトを使い時計を止めます。試合終了まで残り1分51秒、得点差はタッチダウン2本分です。キュービーサックはランプレーという形で扱われるため、そのままですと中で倒されているため時計が回り続けます。ここは磯野それを避けるためやむなくここでタイムアウトを取りました。本来ならば攻め上がった状態で取りたかったところですが、しかしここはなんとかせんとタイムアウトを行使します。これにより磯野のタイムアウトは残り1回に変わります。さあ突破なるでしょうか。磯野セカンドダウン18の状況、プレッシャーが来ました。クォーターバックなんとかそれを回避し投じようと
走り抜けましたが、しかしやむなく外へ出まして、このプレーを終了とします。結果原因なくスターダウンに変わります。ただ外へ出たため時計は止まっております。クォーターバックは18番田中が入っています。岐阜大学出身のプレーヤーです。さあ残り2回でこの少なくとも攻撃権更新を図りたい磯野です。その距離18ヤード突破なるでしょうか。磯野サードダウン、パス不成功です。厳しい状況、しかしクォーターバックなんとかプレッシャーかわし、パスを投じましたが、しかし通りません。フォースダウンに変わります。スーパースターズフォースダウン、逆転の可能性をつなぐためには何としてもここで攻撃権更新が必要。厳しい状況です。しかし挑みます磯野。フォースダウンロゴの状況、さあこのギャンブル決まるか。パス不成功、パスインコンプリート、プレッシャーかわして18番、11番にパスを投じました。ここ1番の切り札、11番の松永をターゲットにしましたが、しかしこれを翔英、6番の高倉カットしまして、パス不成功、4回目の攻撃失敗という形ですので、攻守交代です。攻撃権変わりまして翔英に攻撃権移ります。非常に白熱した攻防戦、今度は翔英の攻撃という形に変わります。翔英相手陣5ヤード付近からの攻撃でファーストダウン2ゴール、さあランプレーできました。翔英ブレザーズ29番ハンドフォーを託されまして、右オフタックル付近に突入、これによりまして約3ヤードほど獲得しております。ダウン変わってセカンドダウンに変わります。キャリアは29番の柏原でした。近畿大学出身のプレイヤーです。さあエンドゾーンまで残り2ヤードといったところでしょうか。翔英セカンドダウン2ゴール、残り2ヤード、さあ密集点へのランプレー、タッチダウン、ここを翔英見事29番のランによりましてタッチダウンとしまして、得点を追加する形に成功しました。託された29番柏田、見事にこの期待に応えタッチダウン6点追加としております。翔英トライ4ポイントに入ります。翔英プレーを展開します。2ポイントコンバージョン2点を狙います。ここでしかしイエローフラッグ反則が発生しています。レッドボールファウル、ゲームゲームオフェンス、ゲームのペナルティでもう一度トライをやり直します。オフェンス側の反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めなかったという反則です。オフェンスには制限時間があります。これを守れず遅延行為を働きますと5ヤード抜体となります。従いまして翔英5ヤード下がりましてトライ4ポイントをやり直しです。しかし翔英はプレーを組みまして2点を狙いに行きます。2ポイントコンバージョン、
これをパスによる突破を図りましたが、しかしこのプレーは不成功。従いまして松永6点止まりとなっております。しかし松永は立ち上げまして松永20点、そのスーパーサード0点とリードを広げる形に成功しております。ここで松永の立ち上げを追加しましたのは29番のパシャールでした。本日好調な地上部隊がこの試合の主導権を取り返す形で得点を追加する格好になっております。さあ松永、確実に自分たちの優位なチャンスを得点に変える形で試合の主導権を握ったまま残り30秒の状況に至っております。松永のキックオフで試合再開となります。このキックはスクイブキック、ゴロのキックとしまして、外へ、キャーナーにフレームとするところでしたが、しかしここでボールは外へ出ましてイエローフラッグとなっています。そのまま誰にも触れず外へ出た場合は反則となります。サイドラインを割っては本来はキックオフはいけません。この場合反則はリターンチーム5ヤード下げて蹴り直すか、出たところから5ヤード前進した位置からの攻撃か、キックオフのアウトオブバーンキッキングチーム5ヤード下がってもう一度キックオフをやり直します、あるいは30ヤードのペナルティで自陣35ヤードからのいずれかの選択をできるのですが、ここでは磯野は5ヤード下げて蹴り直す形を選択いたしました。サイドラインを割ってしまいましたので反則となります。5ヤード下がって再度蹴り直しです。考えますにここでキックオフリターンによっての立ちジャンを狙わんという形で再度のキックオフを選択させたという判断でしょう。さあ松永はこの状況をさらに覆せるキックオフが求められます。リターンを避けるため短いキックを蹴っておりましたが、果たして下げられても同じ選択か、あるいは思い切って奥へ蹴るか、ここでのキックオフの選択にも注目です。さあ自陣30ヤードからの松永サイドのキックオフです。このキックで来ました。これは磯野、その手前にいるブロッカーの選手が抑えまして、かなり有利な位置はしかし確保する形になりました。このハーフウェイ付近から磯野の攻撃という形になります。攻撃は磯野スーパースターズ自陣48ヤード付近よりファーストダウン10。さあ自陣48ヤードからの磯野の攻撃に変わります。磯野スーパースターズファーストダウン10。パスが成功している。ナイスキャッチ。パスだ。パス成功。磯野スーパー。ここで磯野のクォーターバック7番中央切れ込んだワイドレシーバー10、ワイドレシーバーの9番でしょうか。この17番がキャッチしました。17番ペザッチ見事に攻撃権更新のパスキャッチ決めまして、攻撃継続となっています。磯野ここで全てのタイムアウトを使います。最後のタイムアウトを行使し、ここで時計を止めます。試合残り時間18秒、時計を止めます。試合終了まで残り18秒。非常にタフな状況、しかし足立も見事にパスを成功させました。Let's go!
ここで磯野どのようにしてタッチダウンを狙うか。ボールオン相手陣37ヤードからのファーストダウンテン、パスのターン、攻撃権更新です。ファースター、このパスは16番原木が取りました。岐阜大学出身、しかしチェーンが動きますと時計回ります。16番、さあ時計回った、原木選手へのパスが成功。ここでパスを叩きつけつけましてスパイクしました。時計止まりまして試合時間残り4秒不成功、時計を止めます。試合終了まで残り4秒。磯野としてはおそらくできるプレーはこの4秒を使ったワンプレーになると思います。状況的にタッチダウンを3つ奪うことは不可能となっていますが、しかしここでなんとか1本取り返したいというところです。さあこの4秒でそれができるか。磯野ファーストダウンテ、パス不成功、ターゲットは17番の江崎でした。しかしオーバースロー、ゲームオーバー、試合終了です。ここで試合終了となりました。日本社会人アメリカフットボール協会主催、試合終了となりまして、磯野スーパースターズ0点、翔英ブザーズ20点、翔英が勝利しまして、この試合は終末となりました。ブレイザーズの試合はご覧いただきましたように20対0で翔英ブレイザーズが勝利いたしました。勝利いたしました翔英ブレイザーズは10月5日土曜日12時より大阪市、双方とも白熱した一戦を展開いたしました。見事にそれを制した翔英ブザーズ、 X2 昇格初年度にして見事その先輩である磯野を下しました。ナイスゲームでした。春の優勝が必ずしもあだばなではなかったことを証明しました。素晴らしい戦いぶりです。一気に X2 を制覇戦とする見事な試合、お見事でした。ありがとうございました。激戦を戦い抜いた両チームの選手に今一度温かい拍手をお送りください。そのスーパースターズ、惜しくもこの一戦は落としました。しかし決して見劣らない素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。ご来場のお客様にご協力のお願いです。非常に白熱した一戦となりました。この第2節の一戦です。結果的にはその先輩格に当たります磯野を新規参入という形になります。 X2 復帰組の翔英が見事に下しまして、その X2 にその名前を轟かせる一戦となりました。必ずしも春の一戦、春の優勝が決してフロッグではなかったことを証明した、そのような素晴らしい戦いぶりでした。今シーズンの X2 も非常に面白い状況になってくると思われます。そのように感じさせる一戦でした。さあこれから続きます戦い、 X2 は果たしてどうなっていくでしょう。非常に注目となります。私の方の予定ですが、この後今週末に行われる予定になっております、中四国の試合、9月28日にあります中四国学生の順位決定戦、ある意味優勝決定戦になります4校の対戦をこれ、配信させていただく予定でおります。その後に控えます X2 の試合、 X3 の試合も順次配信させていただく予定でありますので、ぜひ皆様ご注目くださいますようよろしくお願い申し上げます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてお手配されたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学高校で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。
あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至らなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さて、その物語のこの試合は何ページ目にあたる試合だったでしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、この配信本日はここで終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可を得て実現いたしました。その企画に賛同いただいた多くのチームの方々、そして皆様のご協力、大変感謝申し上げます。本日の実況配信を実施いたしましたのは私、道楽会社でした。そしてそのサポートとしてアメフトさんにも協力いただきました。大変ありがとうございました。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。